はい、思考実験シミュレーターというのをやります。思考実験っていうのはまあ一番有名なのはあれかな、トロッコ問題、うん、とかああいうのをゲームでなんかいろいろ勉強できるみたいなゲームらしくて、まあオタクはねやっぱりこういう哲学とか思考実験とか好きだと思うんで、まあ僕も例によって結構好きなんですけど、というわけでまあやってみたいなと思ったんで、はい、やっていきましょう。ストーリーモード、歴史上で偉大な哲学者たちの議論に参加し、思考実験を探求し、視点からの洞察を得ること。ストーリーモードとかあるんだ。え、おもろそう。哲学者たちの議論に参加できるんだ。え、じゃあストーリーモードやりましょう。これか、トロッコ問題。あ、早速トロッコ問題ですね。マジ一番有名だよな多分。あ、ニーチェ。あ、ニーチェだ。あ、すごい解説出る。ドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェは神は死んだと宣言し、宗教的および刑事上学的確実性の低下を示し、伝統的な道徳に挑戦したことで知られる。彼は力への支持、個人主義の重要性およびユーバー・メンシュの概念を強調し、その作品は実存主義、ポストモダニズム、心理学的に、まあ何言ってるか分かんないですよね。いや俺も一時期哲学の本とか読んでたけど、マジで半分ぐらい何言ってるか分かんなかったから。まあでもニーチェはあれだよね、科学とかが台頭してきた時代にも宗教とかの時代じゃなくなってきたなみたいなこと言った人なんだよね。それが神は死んだっていう言葉で、トロッコ問題って知ってる？暴走してるトロッコが5人を危険にさらしてるけど、レバー引けば1人だけを犠牲にして方向転換できるんだよね。こんな口調なの。アリストテレスだ。ギリシャの哲学者であるアリストテレスは刑事上学、倫理、論理学、自然科学にわたり極めて重要な貢献をした。彼は経験主義を擁護し、知識は感覚的な経験から得られると主張し、自然界のすべてのものには目的があるという考えである目的論を導入した。美徳倫理、因果関係、原動力に関する彼の理論は西洋哲学、まあ何言ってるか分かんないですけど、アリストテレスはでもあれだよね、なんかふわっとしてたものを体系的にまとめようとしてた人って言ったか、それこそ倫理とか、まあ、これ自然科学とかをなんか学問として立ち上げた、なんかそういう人だよねアリストテレスって。あとそもそも今ある学問のほとんどが哲学から始まってるって言われてるらしくて、なのでまあこの人がもう全ての学問の祖みたいな、そういう人だよね。これってめっちゃ考えさせられる倫理的な難題で、何を選ぶかによって結果が変わってくるんだ。すげえラフな喋り方すんなみんな。あ、孔子。孔子は中国の哲学者であり、道徳、社会関係、正義を中心とした思想が儒教の基礎を築いた。孔子あんま知らねえな。いやめっちゃ有名だけど、なんか日本だとさやっぱニーチェとかの方が知名度あるよね。てか一時期めっちゃ流行ってたよなニーチェ。あれ何だったんだろう。なんか俺もちょうどその時期に哲学かじったし、なんかでもニーチェとかに比べてさ孔子ってやっぱ東洋だからさ、日本人に馴染み深いこと言ってんのかなって気はするけど、まあどうなんでしょうね、わかんないな。この問題って本当に人間の道徳心の根本に迫るよね。どっちを選んでも何かしらの害が出るときどうするべきか考えるべきは、行動とその結果がどう調和するかだよね。調和。てかこの3人が喋ってんのすげえな。哲学者のスマブラみたいになってんの。結局バランス感覚と適度さが大事ってことになる。トロッコの方向を変えるのはより多くの命を救うっていう考え方で、被害を最小にしながら大きな善を目指すんだ。まあだから自分がこういう立場になった時にどうするかっていうことだよね。まあ、思考実験ってそういうもんだからな。でも公平さや礼儀を忘れちゃいけないよね。たくさんの人のために一人を犠牲にするっていうのは現実的だけど、個々人の尊厳と権利も大事にしなきゃ。そうだよね、結局そこを考える問題だもんねこれ。尊厳とこの一人の人に尊厳と権利があって、それを大多数のために踏みにじるのかみたいなことだもんね。そうそう、行動は論理だけじゃなくて倫理的な美徳を移すべきだよね。道徳的なグレーゾーンに立たされても正しい道を見極めるのが賢さってもんさ。あ、すごい、アリストテレス先生がいいこと言ってる。
そうだね、やっぱ倫理的な美徳ってすごい大事だよね。うん、それすごい最近思うわ俺も。じゃあ考えてみると、トロッコの方向を変えるって行為自体に道徳的な重みがあるのかな、それともその結果によって正義が決まるのかな。あー、なるほど。そう、どっちを選ぶかじゃなくて、そもそもこのレバーを変えるというその行動自体にも重みがあるよねっていう話。確かにね。でもさ、力への意志も考えてみようよ。トロッコの向きを変えるのは運命を自分の手でコントロールしようとすることだし、多くの人の死を受け入れないっていう選択。そう、そこはだからエゴなんだよね、その人の。だからこれを運命と受け入れてレバーを変えないっていう選択肢もあるわけよね。そう、決めるって行為が俺たちの合理的思考と道徳的判断を示しているってわけ。それが大事だよね。レバーを倒すイコールそう決めたってことだもんな。そこに対する重み、全くその通り。これは数字の問題じゃなく、選択のプロセス自体が意思の表明で、人生の価値を認めることなんだ。まあだからこのレバーを引いたっていう行為、この状況に介入するっていうところからまず考えないといけないのかもしれない。でもね、制御されてない力には気をつけないと。倫理的には自分の行動を美徳と共通善の枠組みで正当化することが求め難しいこと言い出した美徳と共、まあだからなんでその行動を取ったのかっていう、それを自分を正当化する理由付けがいるよねってことだよね。うん、確かにね。でも人生って問題を解決するものじゃなく経験するものだから。おう、トロッコ問題は俺たちに道徳的信念と不確実性の中で断固たる行動を促すんだ。いやー、もうちょっとこういう半分何言ってるか分かんないところはもうスルーしましょう俺はそうやってこういう系の本読んできたから。まあでも人生は問題を解決するものじゃなく経験するもの、これはなんかいいこと言ってる風な気がするな。確かに解決できる問題ってそんなに問題にならないんだよね、解決できるから。だってそうじゃない問題の方が厄介で。それじゃあどうする。道徳を単なる計算問題みたいに扱って、人生をバランスブックみたいにするっていうのはどう。いやでもそれだとね、やっぱディストピアというか、そういう考え方は道徳が単なる数字以上のものであることを思い出させてくれるね。その行為の意図、つまりその正当性が本当に道徳的価値を決めるんだ。やっぱりなんかこういう問題を数字でだけ判断するようになっちゃうと、なんかそれはやっぱりダメだって思っちゃうもんね、なんかね。その行為の意図、つまりそのせ、だからなんであなたはそう選んだのかっていう、その理由付けが大事っていうのはそういうところか。よく言ったよ、行為の価値は結果だけじゃなくそれを導く道徳性にもあるんだ。公平に行動するってことは本当に公平でなきゃいけないんだから。そうだね。まあ人によっては悪事に見えることでもその人には正義があってっていう、まあそういうことなんかこれ。そんなところまで話が及んでんのかこれ今すごいな。でもね、トロッコ問題には人生と同じで簡単な答えはないんで。そうですね、こんな議論をしてると道徳について深く理解できるんだ。確かに、まあ、結果よりそこに至るまでのプロセスが大事っていうのは確かにそう、まあ、だからこそ答えが出ないのかもな、トロッコ問題って。あ、終わった。あ、トロッコ問題がプレイできる。トロッコ問題は暴走したトロッコを方向転換して助ける命を選ぶシミュレーションです。人の命を犠牲にして多くの命を救うことができるという選択肢の前で心理的難題が発生する可能性はあります。それをどうやって人々はもうくぐり抜けるのかを確かめるのが可能な問題です。おう、まあじゃあ一応やってみるか。でも今の議論を聞くとさ、やっぱさ介入できないよ俺は。だって、ああ始まった。3、2、ああ、これもう始まってんのか。いや俺は、すごい迫力がある。いや介入できません。だってこの人たち、あ、何これ、なんか続いてんだけど。え、3、2、これ何、どういうこと、何を表してんのこれ。ちょっと待って。
あ、これあれか、ピザにパイナップルが入ってる。あ、そういうこと？これピザか？いや、どっちでもいいよどっちでも美味しく食うよ、俺は。いや、これ、あー、引かれた。まあ、これは別によ。このピザを作った人しか悲しまないか、これ。わ、なにこれ。ちょっと待って、考える時間を。カエルを人、あ、なるほど、魔法使い。カエルを人に変える。人を魔法に変える。カエルがややこしいけど。いや、なんかいや、やっぱ結局このバックボーンを知らないとさ、判断できないよね。まあ、これに関してはちょっと状況は特殊だけどさやっぱバックボーン知らないと判断できねえなってことで、これもまあ、まあこうするよ俺はっていうことを俺はさっきの議論で得たよ。あ、何これ。ユニコーンとドラゴン。ああまあでもこれだとなんか若干ドラゴンの方に行かせちゃいそうだけど、でもそれは俺の先入観であって、やっぱユニコーンを引かせる方が最適解である可能性もあるじゃん、とかって考えると、やっぱ俺は介入しない。もう運命のまま、もうこの列車がユニコーンを引くのはもうそういう必然であるという、なんかカラフルになったけど、なんかそういう判断をしちゃうよね。わ、何これ。猫か。ああ、そういうことか。猫3匹と人間大多数。ああ、いや、これも、ああ、でもいや、でも待ってよ、猫は法律で裁けないじゃん。いや、知らないけど、イメージで人間、法律で裁けるのは人間だけっていうイメージあるんだけど、って考えた時に、猫が人間に何か悪意を及ぼすことはないっていう、そういう前提で、なんかもうややこしくなってきたないや、この場合人を引く方が正解なのか。いや、まあそもそも正解とかないんだろうけど、まあ、いや、じゃあまあたまには変えてみるか一回ぐらいちょっと変えてみよう。でもこれはなんかこう、俺はこうすべきだと思って。あー、めっちゃ冷める。猫は人になんかその悪事を及ぼ、なんだこれ。恐竜と宇宙人。あー、これは、いや、これはさ、シンプルに恐竜じゃない？だって被害が少なそうじゃん。え、勝てそうじゃない、恐竜。電車に、あ、勝てないんだ。あ、そう、ごめん過信してたわ、恐竜のこと。あ、遺族がいる、ちゃんと。おー、で、あー、一周したわけね。なるほど。いや、なんか前半の議論のとこめっちゃ真面目だったのに、このパートすげえギャグになったな。あ、ヒントこれね。あー、まあなんかいろいろできるっぽいけど、まあとりあえずこれで終わりってことかな、トロッコ問題は。これ面白かったなね。なんかトロッコ問題ってこんなん正解ないじゃんみたいな思ってたけど、なんか考え方が分かったな、トロッコ問題。やっぱり俺はその線路の上にいる人の背景というかね、なんでそういう状況になったのか、どういう人なのか、俺とどういう関係の人なのかっていうのが大事だと思うから、それが分からないうちはその問題に介入する動機も権利もないなって思うので、やっぱレバーは触らないっていう判断をしちゃいそうだなって思いましたね。やっぱそこがめちゃくちゃ大事だと思った。うん、っていう結論が出た。え、これめっちゃいいゲームじゃないね、すげえ分かりやすかったんだけど、トロッコ問題こう考えればいいのかっていうのがね。はい、じゃあ次のやってみるか。無限の猿。何これ、そんなん初めて聞いた。無限の猿。あ、ウルストン、英国の作家兼哲学者であるメアリー・ウルストンクラフトは、この人知らねえわ。女性の権利を擁護することで知られる。彼女の画期的な著書女性の権利の擁護では、女性の教育と平等を主張し、女性が男性に対して劣っているという伝統的な概念に異議を唱え、フェミニスト思想の基礎を築いた。あ、そういう人なんだ。へえ、知らなかった。
こんな人いるんだろう。メアリー・ウルストンクラフト。面白い理論に出くわしたんだけど、それが無限のサル定理ってやつ。なんだ、無限のサル定理。ずっと打ち続けたらいつかはシェイクスピアの作品みたいなものが打てるって話。あー、そういうやつか。なるほど、猿が適当にキーボードを打ってってやつね。あ、老子だ。老子、老子も知らんな。道教の創始者。まあちょっとこの辺もスルーするか。なるほど、それって宇宙がどれだけ無限に広がっているか、そして可能性がどれだけあるかってことを示しているね。ちょっと道教の教えか考え方を思い出させるよ。あ、そうなの？道教ってそういうのなんだ。全然知らんな、道教。無限に続く猿のタイピングはありえないことさえ起こりうるっていうタオの変化を表しているとも言えるね。タオ道と書いてタオ。そうなんだ、道教ってそういうのがあるの。ヘーゲル、ドイツの哲学者ゲオルグ・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル。ヘーゲル、なんか聞いたことあるような気もするけど、なんかヘーゲル的な名前のやつめっちゃいるからな。確かに面白いけど、これには必然性と偶然性について考えさせられるね。必然性と偶然性。この定理ってなんか歴史的な弁証法みたいで、直線的な進行を示してるけど偶然によるものなんだね。ん、どういうこと？いや、ちょっとこれ哲学的な専門用語出てきた時はもう半分ぐらいスルーしましょう。うん、これって創造性や作者性についての私たちの理解に疑問を投げかけるよね。天才って本当に特別なんだろうか、それとも時間と思考の結果なのかな。あー、なるほどね。そういう、確かにね、無限の時間さえあれば凡人でも天才になれるのかっていう。あー、これは確かに面白い問題ですね。でもかなりありえそうだけどね。それ、猿の旅も私たちの旅と同じで自然の流れの一部だよ。努力はしないけど行動を通じて全てが可能になるんだ。これは道教の何もしないことが全てを達成するっていう考え方を反映してるね。あ、道教の宣伝してる。自然、努力はしないけど行動を通じて、まあ時間さえかければ全ては達成できるって、まあそういうこと、そういう考え方ってことなのかな。指摘だよね。でも決定論を無視するわけにはいかないよ。この理論は時間さえあれば単純なものから複雑なものが生まれるって考えているんだ。時間さえ、まあでもあり得るんじゃない？人間の進化とかも、でもそういうことじゃない？まさにテーゼとアンチテーゼが統合される弁証法のプロセスを映しているね。あ、そうなんですか。ちょっとこの弁証法とかわかんないな。もしかしたらこれって人間の存在そのものを語っているのかも。あ、意識はあるけど偶然の一部でしかないのかな。まあ人間の存在も偶然じゃない？それこそ無限の時間の中で生まれたね、猿のシェイクスピアと同じものかもしれない。だから私たちの最大の成果は個人の才能よりも可能性の広がりの中にあるのかもしれない。ほう、可能、まあ無限の時間があれば何でもできるみたいなことかな、人間は。それって謙虚さの大切さを教えてくれるね。宇宙の大きな計画の中ではどんなに賢くてもただの猿に過ぎない。知恵は時間と無限の可能性の贈り物だ。もうなんか難しい話になってきた。なるほど、まあ宇宙規模で見たら、まあ、人間も猿も変わらん存在みたいな、なんかそういうことなのかな。でもこの偶然を通じて絶対的な真実が明らかになるんだ。猿がタイプする一大事だが、理性が歴史の全体に広がるステップなんだ。あ、いや、もうなんかヘーゲルが言うことむずいわ。ねえ、なんかヘーゲルの言うことややこしくね。ヘーゲルの本読んでたらわかんのかな、俺。なんか考えさせられるね。この理論一見しただけじゃちょっと取るに足らないように見えるけど、実は運命や自由、創造性の本質について深く語っているんだ。
まあ確かに無限の時間があれば凡人でも天才のような作品が生み出せるのかっていうのは面白いね。川が永遠に流れるように存在の可能性も無限に広がっているんだよ。猿の努力は永遠とのダンス、有限の中の無限の遊びなんだ。かっこいいこと言ってる。いやでもこれだから創造性の話だよね。クリエイティブというか、無限、あ、これもできる。無限猿定理は十分な時間を与えれば猿でもタイプライターで文章を書ける可能性を明らかにします。非常にありそうもない出来事が無限回数の繰り返しで起きる確率が成立することを示すのがこの理論です。うん、いやこれ面白い話だったな。途中ちょっと意味わかんなかったけど、ちょっとやってみますか。じゃあ、あ、モンキー、あ、これを、あー、なるほど、そういうことか。いやこれ無理じゃない？あ、これでモンキーなるまでやれってこと。まあでも様子、まあ、あ、あ、そういうことか。はいはいはい、はい、一致したとこはもう確立されるんだ。あー、そういうことね。まあでもこういうことだもんな。無限回数の繰り返しの中で一つの文章が生まれるのかみたいなことだもんね、いつかは。まあ確率を考えれば絶対いつかはできるだろうな。だって 0% ではないもんね。猿の打つ文章がシェイクスピアの文章と一致する確率は。あ、できた。お、1145。ちょっとえ、この数字何？すげえ見覚えのある数列なんだ。あ、オートになった。あ、これオートか。いやマジ何の意図もないのか、この数列は。いやでもそのクリエイティブと偶然性みたいなのって絶対あるよね。あ、あー、これ抜けるんだ。なんかもっと言えば、俺が今の議論聞いて思ったのは、まあ猿は無限の時間の中でシェイクスピアを完成させられるけど、そのシェイクスピアは自分の短い人生の中でその名作を完成させたわけじゃん。やっぱその天才と凡人の違いってそこなのかなって気もするよね。限られた時間の中でちゃんと結果を出せるっていう。でもその結果を出すまでのプロセスのうちに絶対偶然性って必要だと思うから、運の良さみたいな。あ、まだ続く。だからその偶然性すらもその短い生涯の中で掴み取れた人が天才と呼ばれる人になるのかなみたいな。うん、そうかん、いやだからそう考えるとさ、この猿すらもさ天才猿になる可能性はあるんだよね。だって無限の時間とはいえ1年後にシェイクスピアが完成してる可能性もあるわけで、そうなるとこの猿は1年後には天才猿になってるわけだよね、きっと。って考えるとさ、なんかそういうクリエイティブとかってこういうボタンをただ連打する作業と一緒なのかなとかっていうとこも考えちゃうよね。まあ現実はもちろんそんなことはないんだけど、なんかね、本質的に考えると似たような作業してるってことになるのかもとかっていうとこまで考えちゃいましたね、なんかね。いや面白いなこれ。面白い議題だったの。無知のベール。あ、これも知らないわ。なんだ無知のベール。あ、何これ。あ、あ、老子だ。自然ってなんか調和の大切さを伝えてくれるよね。でもさ、その調和って人間社会のルールにどうやって取り入れられるか考えてみたんだ。老子は調和好きだな。人間社会のルール、あ、マルクスじゃん。ドイツの哲学者であり経済学者であるカール、マルクス経済学のマルクスじゃん。さすがに名前知ってるわ。本は読んだことないけど、な、一時期読もうと思ってたけど結局読んでねえな。うん、そうだね。でも社会ってのはよく階級の利益でぐちゃぐちゃになって公平っていうのが曖昧になっちゃうんだよね。あー、やっぱそういう話するんだマルクスは。まあそうだよね、公平は難しいよな社会でな。じゃあさ、
もし自分たちの地位やお金、権力のことを忘れて決め事をするって想像してみようよ。そしたらどうなると思う？地位やお金や権力を忘れて決め事をする。いや、それでも無理じゃないっすか。それは不可能じゃない、そんな。あ、ソクラテスだ、出た。強制問答おじさん。ソクラテスは有名だよな。無知の知とかね、ソクラテスだよね。ああ、無知のベールね。面白い考えだよね。自分が社会のどの位置にいるかわからない状態で社会を設計するってわけだ。これがもしかしたら真の正義を見つける方法かもしれないね。いやー、でもやっぱりリーダーっていうのは絶対必要じゃない、どういう集団においても、ね、意思決定をしてその責任も負う人っていうね。で、まあ ちゃんとその分の対価も得てっていう、やっぱそういう存在がいないと成り立たないと思うけどな、社会自体。肩書きとか階級がない社会とかって可能なのかな。そう、ソクラテス、これでね、一部の人じゃなくてみんなのためにいい決断ができるようになるかもしれないよ。なるんですか、老子。老子が言うならそうなのか。じゃあマルクス、君はどう思う？資本主義批判って観点から見てこれをどう見る？あ、マルクスはそうだよね、なんかそういう資本主義反対みたいな人だよね。無知のベールがあれば上流階級も労働者階級のニーズを考えざるを得なくなるよね。自分の階級を忘れたら社会は欲に走るんじゃなくて本当に必要なものに基づいて物を分け合うようになるかもしれない。そうかな。いや、だってそういう階級とかの意識すらない幼稚園児ですらさ、やっぱおもちゃの取り合いとかで喧嘩したりするわけじゃん。そう考えると無理じゃねって思うけど。つまりさ、バランスを取ることが大事ってこと。偏見なしに行動して強制せずに統治するんだ。いやー、もうロボ社会じゃないですか、でもそれって。でもさ、この考えって実際役立つの？人って本当に自分の利益を忘れられるものなの？あ、ソクラテスが疑問を投げかけている。そうだよね、人にそんなことは可能なのか。難しい問題だよね、ソクラテス。でもこれは目指すべき理想で、私たちを階級闘争を超えさせるものだよ。あー、目指すべき理想、マルクスにとってはそうなのかもね。目指すべき理想の姿か。階級闘争のない社会ね。水みたいにさ、自分の場所を見つけてみんなが嫌う一番下のところを目指して、そこに本当の調和があるって気づかなきゃいけないんだ。みんなが嫌う一番、まあまあ理想の話だもんね。実現できるかどうかはともかく、まあそうなればいいよねっていう、いい目標だよね。でも人間って複雑で、よく自分の利益で判断が曇っちゃう。そうね、そこはもう避けて通れないよな、人間が生き物である以上。だからこそこういう哲学的な考え方が大事なんだよ。完璧を約束するわけじゃないけど、公平を目指して導いてくれる。まあそういう世界が理想だよねって思ってることは大事だよな。一歩ずつでいい。ベールを正義に向かう最初のステップにしよう。肩書きのない世界か。なるほどね、老子。哲学者として私たちの役割は、規範に挑戦してもっと公平な社会を思い描くことなんだ。まあ確かに哲学自体がね、既存のものに疑問を問いかけてより良い社会にしていこうみたいなことで始まってるらしいから、確かに哲学者としてはそういう理想の社会をどうやったら実現できるのかを本気で考える、それが役割みたいなのはあるのかもしれないな。いや、でも難しいだろうな、それは。でもなるほど、これが無知のベールですか。無知のベールは公平な意思決定を描くコンセプトです。自分自身の立場や特性を知らずに選択をし、社会構造を設計する際の公平性と正義を促進することを提案します。肩書きがなければ平等になることはないと思うけどね、俺は。
やっぱ肩書きがない中でも自然と階級ってできちゃうんじゃない？あ、ないこれ。ああ、これは。はいはいはい。ああ、そういうことか。お金を全員に平等に分配するってことね。誰に。チュチン。チュチンっつってるけど。チュチン。チュチン。チュチン。いや、これ。チュチン。ああでもちょうど人数分分配できるようになってんのか。なるほどな。まあこれは平等だね。確かに。あ、ユー。あ、これが俺。はいはいはい。まあこれがこの状態が持続できれば、まあ平等な社会ができるってことなのか。これ。あ、また平等に分配できるわ。でも確かにこうやってなんか素性のわからないランダムに分配される状況なら、なんだろう、平等に分けようってなんのかな。なんか一個思ったのは、3体かな、小説のにあったんだけど、人間より上の上位存在が人間を支配する、飼うみたいな状況になれば人間たちは平等になるかもしれない。やっぱ上に立つのが人間だからこそ反発が起きるのかなっていう。それが人間じゃなくて人間より圧倒的に上のね、存在、上位存在みたいなやつだったら、そこは仕方なく従わざるを得なくなるのかなみたいな。なんかそうでもしないと実現できないんじゃないかって俺は思ったな。シーシュポス。何これ、これも知らんな。シーシュポス。ヘーゲル出た。シーシュポスの話考えたことある？ただ丘の上に岩を転がすだけで、頂上に着くとまた岩が落ちちゃうんだよね。へえ、あ、そう。神話か？なんかそういう名前的に。ヒュパティア。あ、東ローマ帝国のヘレニズム時代のプラトン主義、新プラトン主義哲学者。へえ。あ、これ古代の哲学者って。女の人っていたんだね。なんか男の人のイメージだったな、全員。ヒュパティア。これってなんかすごく人生っぽいよね。いつ終わるとも知れない戦いと、その中で意味を見つけ出す試みを映してる。ほー、なるほど。岩を山の上に登らせてまた落ちるっていう、それが人生でさあ、これが私たちの日々にどう反映されてるかって話なんだけど、個人的にはちょっと教訓より罰みたいに感じるんだよね。ただの無駄な苦労ってわけ。まあ確かに、せっかく一番上まで押し上げても最終的にはまた落ちちゃうっていうのは、なんだろう、教訓？教訓として何があるんだここに。でもその中に美しさがあるんじゃない？シーシュポスは戦い続けることで自分の目的を見出しているわけ。苦労を乗り越えることで人生に意味が生まれるんだ。なるほどね。まあその全体を見ると登って落ちてるだけだけど、まあシーシュポスにとってはその登ってる最中にいろんなドラマがあるわけだもんな。シーシュポスが経験する知識や知恵を求めることこそが本当に価値があるって言いたいな。シーシュポスの挑戦は逃げられない真実を追い求める私たちを象徴しているよ。シーシュポスの姿こそが人生である。でもさ、私たちの戦いを認めることでもっと高い美徳に近づけるんじゃない？大事なのは岩を転がすことじゃなくて、なんで挑戦するのかを理解することだよ。なんでちょ、まあ、つまりまあ人生に置き換えたら、なんで生きてるのかを理解するってことだよね。なんで苦労してるのかじゃなくて、何のためにこんな苦労して生きてるのかみたいな。まさにその通り。この終わりのないサイクルを通して自分自身と世界について深く理解していくんだ。存在すること自体が目的じゃなくなるってわけ。すげえな、この話でそこまで膨らませるんだな。つまり大事なのは目的地じゃなくて、その旅路そのもの。一見無駄な努力に見えても挑戦し続けることで学び成長するんだ。まあ、成長っていうのが
何を指して言ってるのかだけど。でもこれをただの運命として受け入れて延々と戦い続けるしかないのかな。このサイクルから抜け出せることはないの。ああ、その苦労して岩を押し上げるしかない、これ以外の生き方はないのみたいなね。逃げるんじゃなくて自分たちの状況を受け入れることが大事。それぞれの挑戦はもっと先に進みたいっていう根本的な願いを表してるんだ。自己啓発みたいな話になってきてる。すごいな、そんな話になるんだこれ。まあ確かに先に進みたい、まあ、今より良くなりたい、まあ、今より悪くはなりたくないっていうのはまあみんな思ってる欲求だろうしな。そしてその超越を通じて戦いからではなく戦いの中で自由を見つけるんだ。岩が戻ることを知りつつもその過程で学び成長することが真の勝利さ。マジで自己啓発本みたいなこと言って。じゃあ不条理に立ち向かっても本当に勝利を手に入れることができるのかな。これは人間の精神の回復力を示していて希望と決意を持つ力の証明だよ。あー、努力は報われるのか的なことなのかね。まあそれはわかんないな。努力は報われるとは限らないよね。そう、その戦いの瞬間に私たちは最も輝いていて自分の存在の確信に触れるんだ。おお、戦いの瞬間、この努力、この絶え間ない挑戦が実際のところ現実そのもの、つまり個人と集団の成長の物語を形作っているんだ。あー確かにね、そうだね。だからシーシュポスは永遠の努力の中で忍耐の価値、戦いの尊厳、そして人間の状態の美しさを教えてくれると思う。たちは、まあ、社会はみんなの努力で成り立ってるから、まあその努力すること自体が美しいという、本当に素晴らしい教訓だよね。私たちを形作るのは岩の重さじゃなくそれに耐える心の強さだから。おお、いいことを言う。なるほどね。何に対して努力してるかじゃなく努力をしようというその心構えそのもの自体が美しいみたいな、そういう、いやすごい、そうそう岩をひたすら押す男の話でここまで膨らませるこの人たちがすごいけど、ギリシャ神話シーシュポスは人間の不条理な闘争を表しています。シーシュポスが岩を登り坂に転がし続ける姿は我々が体験する永遠の苦難と一致していると実存主義哲学で認識されています。人間は生きている間さまざまな苦難の前に立ちはだかり必ずしもそれが続くとシーシュポスは教えてくれます。なるほどね。まあ苦しくない、苦難のない人生なんてないということだな。でもその苦難に立ち向かう姿こそが美しいと。マジで自己啓発的な、こういうのもあるんだ。あ、シーシュポス、あー持ち上げてる。あーすごい、美しい、美しいよ、いいよシーシュポス、美しいよ。何これ。おい、あ、おい、あ、あーシーシュポス。そういうことね。おい、あ、なんかマスクしてる。え、コロナ禍のシーシュポスだ。大丈夫？すごい。岩だけでも大変なのに、そこにコロナ禍という苦難までのしかかっているシーシュポス。頑張って。あーシーシュポス。おい。あ、ヘッドホンしてる。あ、音楽を聴く。退屈を紛らわすということを覚えたよ、シーシュポスが。いいよ、シーシュポス。苦難はしょうがないけどね。和らげる方法はいくらでもある。あー、シーシュポス。ねえ。なるほど。あー、うんこ乗ってる。あ、これ尊厳。大丈夫？シーシュポスの尊厳が。まあでも、そんな姿も美しいよ、シーシュポス。さすが。はい、じゃあということで、まあまあじゃあいい時間だしこの辺にしときますか。いやなんかおもろかったなこれ。え、面白くなかったです？まあ4つテーマやったけど、なんかそれぞれさ、ちゃんと考えさせられる内容が違ってさ、ね、4つともおもろかった。いやでもやっぱ2つ目の無限の猿、これがおもろかったな。俺はね、その猿でも無限の時間さえかければ
天才並ぶことができるのかみたいな、なんかそういう風に考えたことなかったから、でも確かにそうかもなと、そういう部分もあるかもなと思いました。はい、じゃあということで、まあなんか全体的に結構真面目な動画になれましたけど、まあたまにはいいんじゃないですか、こういうのもね。いや、めっちゃ楽しかったっす。やっぱこういう答えの出ないことをね、あーだこーだ言うのって楽しいよね。はい、というわけで、ありがとうございました。